世界には人の運命を司る何らかの超越的な律、神の手が存在するのだろうか。少なくとも人は自らの意志さえ自由にはできない。このままあいつの夢に埋もれるわけにはいかねえんだ。グリフィスト、グリフィスト、うまくいくといいな。お前、おい、ジュド、コルカス、ちょっと付き合えよ。グリフィスならあいつを止めてくれるかもしれない。一体急にどうしたんだ。急なわけじゃねえ。今回の出兵の前から考えてたさ。不満でもあるのか。あるわけねえよ、そんなもん。この3年間は本当に楽しかった。ずっと祭りでもやってた気分だぜ。不満なんてあるわけねえ。それじゃあ一体なんで。コルカス、お前な。うるせえ。俺は鷹の団仙人長のコルカス様だぜ。それが酒場で姉ちゃんの一人や二人くどいて何がある。今じゃウィンダム中どこの店だって鷹の団の仙人長ってや出入り自由だ。道を歩けばガキや女どもが群がってくる。当たり前さ。俺たちは旧国の英雄だからな。その上もうすぐ貴族の仲間いるよ。そうなれば晴れて宮廷暮らし、うまくいきや一条の主だぜ。こんなの普通じゃ絶対手に入らしねえ。そうだろ。だが俺たちは手に入れた。それこそ血の滲む思いをして。それをお前は捨てちまおってんだからな。まあどっちにしたって人を斬ることしかできねえお前には夜会でご婦人方と踊るのは無理ってもんだろうけどな。お前の言う通りさ。ああ、俺は剣を振るしか能のない人間だ。俺が初めて人を殺したのはまだ右も左もわからないガキの自分さ。それ以来戦場以外のことは何も知らないし、知ろうともしなかった。殺して生き残る、それが全てだった。でもそれでもよかったんだ。ただ一人、誰でもいい、こっちを向いていてさえくれれば。だが戦場を渡り歩いていて思い知らされたよ。そんなもんは首の取り合いじゃクソの役にも立ちゃしねえ。ただのガキの泣き言だってな。しかしそれでも出会っちまったんだ、本当に振り向かせたいやつと。そいつは何一つ持ってはいなかった。
そして全てを手に入れようとしていた。だがあまりにも高みを目指しているがために、常に自分自身を極限まで研ぎ澄ましておかなければならないんだ。だからあいつには自分の隣に弱者を並べておくゆとりはないのさ。でもおかしなことに、そうであればあるほど俺の目にはあいつが眩しく見える。もうごめんなのさ。あいつの夢の中であいつを見上げているのは、俺は自分で手にする何かであいつの横に並びたい。俺はあいつだけには舐められるわけにいかねえんだ。グリフスの横に並ぶぞ。バカ言ってんじゃねえ。それこそガキの戯言だぜ。あいつは特別なんだよ。俺たちとは違うんだ。人を斬ることしか脳のねえおめえが斬り込み隊長なんて溺水の立場にいられるのも、全てグリフスあったらばこそだろうが。地位や階級なんてものには興味ねえ。俺が欲しいのはもっと別の、自分で勝ち取る何かだ。それがガキの戯言だってんだ。自分で勝ち取る何か、はあ、んなもんが簡単に見つかりゃ誰も苦労しちゃしねえよ。いいか、人間はよ、自分の力量や器と自分の置かれた現実に折り合いをつけてやっていくもんなんだ。夢さえあればいいなんて言ってるやつは虫図が走るぜ。そんなもんは現実に目を向けられない弱っちい人間の逃げ口上だ。コルカス、お前にはねえのか、そういうの。やってられっか。俺帰って寝るぜ。これ以上このアマちゃんには使い切れねえ。あいつはさ、ああ見えても昔盗賊団の頭だったんだ。ささやかながらもあいつは自分で勝ち取る何かってやつを持ってたのかもしれないな。俺はさ、昔から何でも小器用にこなせる方だった。剣もナイフも人並み以上だったし、目端も随分効く方だった。でもどれも一番になれなかった。それで決めたんだ。自分で一番になれないなら一番になれそうなやつの下につこうって。最初から欲しがらないやつなんていないさ。送るよ、そこまで。見つかるといいな、お前の何かってのが。なあガッツ。うん。お前キャスカを誘ってみちゃどうだ。ああ、なんだいきなり。誰だって知ってるだろう、あいつはグリフィスが。キャスカはグリフィスとは一緒になれないと思う。え、グリフィスの求めるものはただ一つだからな。それにはシャルロット様をいただいちまうのが一番の近道、そして唯一の方法だ。でお前どう思ってるんだ、キャスカのこと。キャスカはいい女さ。戦場で背中を任せられる女なんてそうはいない。でもあいつは俺にとって女というより戦友なんだ。だからいや違う、あいつが見つめているのはグリフィスだ。だから今の俺じゃダメなんだ。そっか、お前なら結構脈あると見てたんだけどな。悪いな、もうこの辺でいい。あ、ガッツ！お前ら。ひどいよガッツ、黙って言っちゃうなんて。どうしてさ、鷹の段嫌になっちゃったの？リッケルト。出て行くのか。ああ、鷹の段を抜けるつもりなのか。すまねえ。
つまねえじゃわかんないよ。ちゃんと説明してよ。高野団はガッツにとって家族同然のはずじゃないか。やめとけリッケルト。だって男が決めたことだ。黙って行かせてやろう。だけどガッツは切り込み隊長なんだよ。高野団の要じゃないか。こいつが入る前から俺たちは無敵だったぜ。でも黙れ。あ、この際だから言っといてやる。俺はてめえがデイキレだったんだよ。俺は認めねえぞ。てめえは特別なんかじゃねえ。てめえはグリフスにはなれねえ。今度どこかの戦場で出会うことがあったら後ろに気をつけるんだな。ガッツ、世話になったな。あの時言ったはずだ。お前は俺のものだとな。俺はこれでお前を勝ち取った。お前の戦場も死も全て俺のものだ。俺の手の中から出ていきたいと言うなら、あの時と同じ剣で自分をもぎ取っていけ。グリフィス、笑ってじゃあなってわけにはいかねえのか。そうか。待てよ、二人とも本気なの？仲間同士で切り合うつもり？どいとるキャスか。邪魔すんじゃねえ。何言ってるんだ。真剣なんかでやり合ったら二人ともタダだ。何するの、話して。やるしかないな、こうなったら。みんなどうしたんだ。切り合いだぞ、止めなきゃ。二人の問題だ。俺たちが口を挟むことじゃない。でもこのままじゃ。お上品な生活が続いて忘れちまったのか。剣で取られたら剣で取り返す、それが俺たち傭兵のやり方だろ。だけど変わったな。以前なら仲間が傷つくことになったとしても、それがグリフィスの意思ならためらいはしなかった。気づいているのか、自分が変わり始めていることに。まるで敵でも見るような目だな。だがよ、たとえ憎まれても裏切り者扱いされようとも、行くぜ俺は。3年前もこんなだった。切り合いで始まって切り合いで終わる。俺にしてみりゃ上出来だ。お前にとって俺は血を流すぐらいの価値はあるってことだもんな。あいつは計り知れないほど強くなった。だけどグリフィスならきっとあいつを止められる。そう、そして何もかもまた今まで通りに望んでいる。私は望んでいる。ガッツにいてほしいと。むき出しの闘志が感じられない。それでいて隙がない。迷いのない目だ。そんなに出ていきたいのか、俺の手の中から。ダメだ、許さない。正気は最初の一撃、奴が剣を振り下ろす瞬間撃ち落とし、そのまま肩口に撃ち込む。剣の軌道がわずかでもブレたなら本当に殺してしまうことも。だが手に入らないなら、それでも構わない。
じゃあな。グリフィス。行っちゃったよガッツ、振り返りもしないでさ。まぐれだ、まぐれに決まってる。俺は認めねえぞ。大丈夫さ、道端で石ころにつまずいたようなもんさ。小さなことだよな。お前の行きたいところはもっと遠いんだろ。大丈夫、立てるよ。もう一度歩き出すさ、すぐにな。雪が溶けちゃう。姫様、お風邪を召します。早く床にお入りくださいまし。わかりました。今日はもう下がっていいわ。それでは失礼いたします。シャルロット様、よろしければお部屋にあげていただけませんか。今誰かに見られたら姫様の名誉にも傷がつきます。あ、はい、どうぞ。失礼。すみません、ご婦人の寝室を濡らして。こんな時刻にお伺いした非礼を。出立されてからいつか訃報が届くのではとずっと怖くて、戦場から戻られても恐ろしいことや悲しいことばかり。どうして、どうしてもっと早く会いに来てくださらなかったのです。怖いのですか。ダメ。恐ろしいことも悲しいことも火にくべてしまえばいい。じゃあな。
リフィス様。これはこれは、誰かと思えば次期白王将軍閣下ではありませんか。閣下ともあろうお方が、こんな自分になぜここに。そうか、剣は。話は後ほどゆっくりとお聞かせ願いましょう。行ったてろ！